おはようございます。こちらが新しい拠点のアパートです。今から新しい拠点を紹介します。こちらのアパート201号室が、バスプロの新しい本部です。 3DK のお部屋、こちら台所、ミシンがずらっと置かれております。作業場です。その隣、4畳半の洋間、ここには主に、フェイスタオルの段ボールとか、その他、メッセージやお荷物が置かれてます。こちら、台所の横の和室にはちゃぶ台があります。本当裁断用の机とかありますが、ここは、いろんな作業を行ったり、あとボランティアさんが休憩する場となってます。まだお荷物シーツなんかも置かれてますね。でこちら、4畳半の和室には主に消毒用の足マット、そしてこの裏側にも段ボールがあります。バスタオルですね。バスタオルがずらっと置かれてます。まだまだお荷物はたくさんございます。まあご覧のようにちゃぶ台と、扇風機、エアコンはありません。昭和の雰囲気の中で、作業を行っております。最短で7月の16日に、全制限解除、すべての制限が解除されます。そうすれば、収束宣言も、出るんですが、それまで気を緩めずに、消毒作業を、徹底していきたいと思います、ね、こちら消毒マット、これを、どんどんお配りして、消毒を、徹底していこうと思っております。はい、これが新しい拠点です。どうぞ皆さんよろしくお願いします。